はい、最近の話題で言うと、誰かこう、ね、いじめたりとか、煽り運転したりとか、殺し親を、ね、殺してみたりとか、変な事件がやっぱり多いですよね。すぐに切れやすくなりますよね。そうなんですよね。で、昔はそんなことなかったのに、何が変わったかというと、やっぱ環境が変わってきて、脳みそが、状態が変わってきたとしか、だから言いようがないんですよね。うん、車のように人間はね、モデルチェンジするわけでもないし、その時にどういうものが、脳を変えてしまったのかとか、あとどの状態、どんな感じの脳の状態になってるか、それをちょっとこう今日説明したいと思います。うん、一般的な言葉ではないんですが、はい、都会に住んでる人たちが何かちょっとこう言うたら、環境悪くて、いろんなことしてる場合もあるんで、それをシティモードというふうに書かせてもらいました。それと田舎に住んでて普通にのんびりした性格の人、まあ、昔からの日本人はこんな感じだと思うんですけど、それを田舎のカントリーでカントリーモードというふうに表現させてもらいました。で、脳みそ自体は言うたら生活する環境によって、例えば夜遅くに寝る、夜中も仕事してるとか、いろんなことによって脳みその機能っていうのは、こっちを優先的に使ったり、こっちを、あんまり、こう機能しないとか、モードが変わるんですね。言ったらスマホだって買ったらアプリ入れますよね。アプリ入れたら自分が持ってる、自分が使いやすい状態に変えますよね。それと同じように自分の脳を自分の生活に便利なように変えちゃうんですね。で、どういうふうに変えるかというと、ある特徴があります。環境が悪かったら目に見えないものがいっぱいありますよね、電磁波でも。そうなると、脳みそっていうのは自分が生きるために、生き抜くために必要な脳、古典的な脳、こっちは絶対最優先で、で、まあ、進化した、人間が進化する過程で、できた脳、高次脳と言いますけど、こっちの脳は生きることには直接関係ないんですね。だから高次脳の働きを制限してきます。例えば、自制心がなくなりますとか、で自分が楽しいことを忘れる、で、例えば何か好きですよとか、ただストーカーみたいなのはまた別として、そういうふうにこう、こっちの感覚がなくなって、もう今まで以上になんか不安であるとか、今まで普通何ともなかったことに怒ってみたりとか、ちょっとしたことに恐怖を感じたりとか、あと、何か言われたからということで衝動的に切れやすくなったりとか、そういう感じになってそうですよね、今の人ってね。そうです。古典脳っていうのは本能的なっていうことですか。そうですね。本能はいつまでもなくならないんで、本能が優位な状態の脳みそになってるっていうことなんですよね。で、実際は脳みその位置で言うと、こういうふうな感じです。前頭葉とかは進化した脳の一つです。で、だからここらの脳の機能だけが、忘れちゃうから、楽しかったこととか、そういうことを忘れちゃうんですね。で、死ぬ目にあったようなこと、例えばトラウマってそうですよね。ものすごい短期間、ものすごい辛い目にあって、そういう記憶だけが残って、トラウマだけを思い出したりとか、そんな感じになっちゃうんですよね。で、次いきますね。こんな感じなんですよね。新しい脳というのはもう、この脳の周辺部分、こんな部分にあります。太古の脳はこの中心の部分。こっちの機能というのが、やっぱオフになって、で古い脳だけが、働いてると、こんな起こっちゃったりとか、こんなことが起きるんです。でそういうふうにしてしまってる原因の一つの中に、おそらくですよ、まずこういう日用品で使うもの、毎日使うような頭に使うものとか、当然シャンプーがあったらリンスがあって、お風呂に入る時も入浴剤がありますよね。合成の着色料で、色がついた、そういうもの、あとお部屋の中に毎日噴霧するもの、あとは洗濯の時に使うものとか、
あと、お風呂の中じゃないわ、玄関とかお部屋とか車の中まで匂いがあるものがいっぱいなんですね。で、こういうものは飲むものより立ちが悪いんですよね。なぜだと思います？それは神経っていうのは、嗅覚もそうだけど、皮膚のこういう、一個一個の、末端には神経細胞があって、いろんなものを感知する細胞があります。知覚神経、当然ね、痛いだ痒いだっていうのを認知するんですけど、そういう神経の、末端の部分にひっつくんですよね。入浴剤の色素ってすごくひっつきます。で、ひっついて離れない。なんかお風呂に出た後も次洗うまでは絶対のかないもので、彼らは神経の終末にひっついて、言ったら電気信号でスイッチをオンにしたまま、そんな感じになってくるんですよね。ひっつくっていうのは、はい、どういう感じですか？はい、実際はここですね、はい、こういうふうに、神経の末端には鍵と鍵穴のような関係でぴったり合えばここにひっついて、で、化学物質はここにべっとりとひっついて除去されないほどこびりつくんですね。で、こびりついてパルスを送り続けます。で、当然皮膚からも染み込んで、こう血流に乗って脳には行こうとするんだけど、脳っていうのは血液脳関門っていうのはものがあるから、バリアを張って入ってこないように防御します。それと、そういうこういくらいい匂いでも、毎回なんかずっと香りがパルスがあったら脳みそって嫌になってくるんで、情報量をカットしようとするんですね。で、なかなかどの情報が本当でどの情報が偽とかいうのは判断できないんで、自然と脳は、本来やってる仕事を、まあ、例えば100仕事をやってたら、言ったら2割ぐらいカットしてくるんです。カットした結果、進化した脳だけがカットされて古典脳が優位な状態っていうのができてしまうんですよね。で、こんな感じになるんですよね。だから、ここの進化した脳のこの大脳進出とか、この大脳辺縁、けどこの辺りが、言ったら外から刺激が来てもあんまり反応しないようになってくるんですよね。全くゼロじゃないんですけど、例えば処理する能力が落ちてきます。その他は例えば、こういう古くからの脳の反応は全く衰えないんで、別に運動神経が悪くなるわけでとか、そんなわけではないんですね。だから生活には一見支障がないように見えるのが今の脳の壊れ方なんですよね。だからこんな感じになるんですね。例えばですね、こんなことってまああったかないかわからないですけど、交通事故なんかに遭う瞬間っていうのは物が止まって見えちゃうよと。例えば1秒以内に何か回避しないと、ぶつかっちゃうって言ったら、脳みそはまずどっちにハンドルを切ったらいいんかとか、体が損傷しないようにどっち向きに、転べばいいのかとか、そういうふうなものを最優先で考えようとします。そしたら目から入ってくる情報はカットするんで、コマ送りみたいに見えるんですよね。こうなんですよね。危険を察知すると、まず生命を守ることを最優先で、それ以外の情報はまず処理します。カットします。こんな状態に近いようなのが、皮膚に付着するような物質で起こってくるんですよね。だから、そういうふうな知覚神経にひっつく物質の中にどんなものがあるかというと、まず柔軟剤があったりとか、あとは、お部屋の除菌が日光除菌以上にできるように言ってるようなものとか、これはもう人工の界面活性剤が入ってますし、あとはお風呂に入れるものの色素もその一つ、あと蚊に刺されないように食われないように、蚊を遠ざけるようなもの、そんなものの中にも、そういうね、知覚神経にひっつくようなものがあります。前半はちょっとここで終わりますね。